さん、はじめまして。山口県のプレイズレポーターの小郡恵キリスト教会牧師の小林です。今回は6月15日から17日、山口県山口市で行われました日日本宣教セミナーのレポートをいたします。西日本宣教セミナーは今年で38回目になります。中国地方5県を中心とする牧師、教師、宣教師、また教会の役員リーダーにとって多くの良い情報と霊的な洞察を得る機会となってきました。今回のテーマは祈りと御言葉によって教会を立て上げるで、韓国釜山の数四六教会の言動牧師チョン・ピルト氏を講師としてお迎えして行われました。100名を超える参加者があり、普通のセミナーと違ってまるで教職者の正解のようで、牧師たちは自分の牧会生活に深いチャレンジを与えられたという感想が多かったと思います。また分科会も各県の代表的な牧師先生や KGK-CEF の代表者によって、1、教会開拓から生み出す教会、2、チームで教会を立て上げるリーダーシップ、3、日本の大学生伝道 KGK の挑戦、4、広島豪雨と教会を通しての災害対策の実例、5、ティーンチャレンジの挑戦、6、牧師によるカウンセリング引きこもりを中心に、7、CEF の子どもチャレンジなどなど盛りだくさんの内容でした。今回のセミナーを通して、特に韓国系の教会の牧師先生方と交わる機会が与えられ、さらに長教派の牧師間のネットワークが広がったように思われます。集まった教職者リーダーの数の多さ自体が、主が何かをこの中国地方にしてくださるんではないかという期待を、兆しを感じます。以上、山口県から小林がレポートいたしました。